今回の食中毒の主な原因の一つと考えられているのが、委託したご飯が、指示より10度から15度高い温度で運ばれてきたことです。その後、冷却してお弁当箱に詰めたということですが、温度が高い時間が長いと、菌の増殖のリスクは高くなります。細菌が増えやすい、歯的発育温度というものがありまして、 それれが大体20 50から50度と言われております増えやすい環境で時間を長くしてしまうということが一番食中毒の原因として大きなものになってくるかなと思いますのでまあ作ってから喫食するまで時間が空く場合はきちんと温度管理を徹底するこういったことを気をつけてもらえれば食中毒予防としてお弁当を作って持っていく時に気をつけていただきたいポイントにはなるかなと思います。 今回の食中毒で検出された黄色ブドウ球菌とセレウス菌の特徴については。黄色ブドウ球菌はあの、鼻の奥ですとか、髪の毛ですとか、あと、えー、手の指、特に加能した、えー、傷、内回りによくついている菌になりますので、まああの、そういった症状がある方が、えー、おにぎりを握ったりとか、ご飯を作ったりすると、えー、そのおにぎりとか作った食品が汚染されてしまう。 でセレウスに関しては、まあ、の土とかほこりとか、えー、コクリ、まあ、あと豆類とか、そういったものに、えー、付着していることが多い菌になりますので、環境中にはあのよくいるものになるので、えー、通常の一般的な衛生管理が不十分だと、えー、汚,染汚染される危険性が、えー、あると言えます食中毒を起こす菌は、食品の色や臭いを変化させない場合も多いということです。 東海市にある弁当作りを行う工場ですこちらでは食中毒対策としてどんなことに気をつけているのでしょうか愛知県東海市のことぶきや東海市や名古屋市などを中心に仕出し,し弁当や幼稚園の給食などを製造・配達しています作ってから食べるまで一定の時間がある仕出し弁当菌の増殖を抑えるための対策を徹底しています ハサップに基づいた管理の方をしておます、はい、ハサップとは国際的に認められている衛生管理の方法で使用する材料や調理工程に応じて適切な計画を作り管理と記録を行うものです2021年には原則として食品などを扱うすべての事業者に対してハサップに基づく衛生管理またはその考え方の取り入れが義務付けられています 納品の際もロットごとにその温度の確認をして、納品を受け入れて、また加工する際も、ロットごとに何か異常がないかっていうのを確認して、調理工程に関しましても、温度管理だったりをきちんとしております。揚げ物は中心部が必ず85度以上になっているかを確認、さらに出来上がってから5分以内に必ずするのが。 製造の横に冷却機がございますので、作ってもう5分以内ぐらいにです、ね、その冷却の機械に入れて、急速に25度まで冷却の方をしてます。作った後です、ね、その冷却までの時間もリスクになりますので、はい、そちらのほの時間の管理の方もしております。おかずやご飯は冷却機や冷風室で必ず25度まで冷ましてから詰めるよう徹底しています。 家庭でお弁当を作る際の食中毒対策は食べるまで時間が長いと思いますので、必ずその中心まで火を通したようなもの、ね、うん、半分生とか半熟のものとか、キャ結局入れないようにした方ほ、はい、うが、ん、いいと思います。